アドリアン・サン・ミゲル・デル・カスティー・ジョは、スペイン・アンダルシア州セビリア出身のプロサッカー選手。ポジションは GK。プレミアリーグ、リバプール FC 所属。登録名はアドリアン。セビリアの地元時代に攻撃型選手としてプレーしていたアドリアンだったが、1998年にレアルベティスのカンテラに入団した際にゴールキーパーに転向。 その後長い下積みを経て2012から13シーズンにトップチームデビュー。2012年11月のレアルマドリード戦では1から0の完封勝利を収めるなどベティスの快進撃を演出。リーグ7位と UEFA ヨーロッパリーグ出場に貢献した。しかし財政難に陥っていたベティスはアドリアンに新契約を提示することができず、アドリアンは2013年7月に ウエストハムユナイテッド FC と契約。その能力をサム・アラダイス監督に評価され、加入した2013から14シーズン途中から、ユッシアースケ来年に代わり正 GK の座に就いた。2014から15シーズンは、全38試合に、フル出場。2015から16シーズンは、開幕戦のアーセナル FC 戦で2から0で、完封勝利。 しかし翌週のホームゲームのレスターシティ FC 戦では、岡崎慎司にプレミアリーグ初ゴールを献上し、さらに1から2で迎えた。試合終盤には、敵陣ゴール前まで攻撃参加し、クリアボールをジェイミー・バーディと競り合った際に、バーディに飛び蹴りを見舞ったと判断されたために一発退場を課せられ、その後の3試合を出場停止処分を課された。 これにより13から14シーズンから続いていたリーグ戦連続出場記録も途切れる形となった。しかしその後、チームはリバプール FC、マンチェスターシティ FC、チェルシー FC と次々と強豪チームを撃破。アドリアンも毎試合で後セーブを連発し、同シーズンの快進撃に大きく貢献し、10月に2017年まで契約を延長した。 2019年8月5日、シモン・ミニョレの遺跡を受け、フリー遺跡でリバプール FC に加入することが発表された。その後9日に行われたリーグ開幕説では、ベンチ入りすると、前半途中に、セージー・のアリソン・ベッカーが負傷しスクランブル、出場した。さらに、同月14日の 2019UEFA、スーパーカップのチェルシー FC 戦で先発デビュー。 2から1で迎えた、延長前半に PK を健常して同点に、追いつかれたが、PK 戦で5人目のタミー・アブラハムのキックを止め、クラブにスーパーカップ優勝をもたらした。2020年3月11日に行われた、UEFA チャンピオンズリーグラウンド16、アトレティコ・マドリード戦のセカンドレグでは負傷中のアディソンに、代わり先発出場したが、延長前半7分に、 自身のキックミスからマルコス・ジョレンテに決勝のアウェーゴールを決められ、その後も失点し2戦、合計2から4で敗戦、批判を浴びた。カップ戦ではミスもあったが、アリソンの負傷離脱中はその穴を埋め、ゴールマウスを守り、30年振りとなるリーグ優勝に貢献した。ありがとうございます。